あ、来た、星音。山芋ちゃんが使うやつ。皆様こんにちは、山芋です。本日はファンタジーライフオンラインやっていきます。はい、今レベルが42になっております。ですがですね、この冒険のなんかアイテムいっぱい出た、これさ、増やしてます。枠こんなのすぐいっぱいになりますよね。どうしよう、何がいらないんだろう、何売ってるんだろう、みんな。で、このストーリーの最終ボスが倒せません。で、武器が弱いのもあるし、まあ、レベルもね低いのもあるし、まあ、連れてる味方がなんかなぜか錬金術師とかね連れてきてたので、まあ、ちょっと今他の子もレベルを上げてる状態です。で、やっぱり武器とか強くするんだったら、お金がね足りない。うん、なのでちょっと今日はね、換金アイテムっていうものがあるみたいなので、それをちょっと売ってみようかなと。全部売ってみようかと思います。ここですよね。で、これで売却のこの素材か、ここでほら売れるんですよ、このお財布マークがついてるのが。これ多分全部売ってしまうと強い武器もゲットできるし、金も貯まるんじゃないかと。今現在1736のお金があるので、ちょっと売ってみたいと思います。これも数に入っているのが、ちょっとまずこの20売ってみます。そしたら今所持してるの272って書いてるけど、270種類じゃないのかな。ちょっと売ってみましょうか。1736覚えててね。あ、でも1個しか減らなかったよね、今宝箱のところ。これ売却するよ。今271ってなってるのが、あ、これって1種類ずつなんだ。ほんで同じのいっぱい持ってても大丈夫なんだ。なるほど。とりあえず全部で売っていきましょうか。この金貨とかってさ、どこで手に入れたんだろうね。え、ものすごいお金になったじゃん。これ私お金持ちになるよ。何欲しようないと売却ダメなの。なんかでも全部売りたいから売ろうと思います。なんか断られちゃったね。一応欲しようんだから言われるんですね。なるほど。バッタとかもこれ売るものだったんですね。なんか錬金のアイテムかと思ってたの。で、虫めっちゃいるじゃんと思ってびっくりして。まあでもそこまでお金になるわけじゃないんだね。でもまあありがたい。あ、3万超えたよ。1700円だったのに。よし、王様のバッタ、これが最後かな。さあ合計で、おお、3万4000まで上がりました。じゃあこれで新しい武器を買ったりとか、なんかここアップグレードどんどんできるっていうことですよね。やっぱお金なくなったと思ったけど、今売ったらここまで貯まりましたね。でもあと、いらん武器とかがあるってことかな。ちょっともうちょっと見てみようか。何がいらないの。このじゃあもうブロンズのソードとかもいらないってことかな。星1の武器はもうやり始めたらいらないのかな。駆け出しとかね、初めのピッキルとかもいらないっちゃいらないもんね。買えるしね、ちょっと強いやつ。多分なんか作るときに同じものがなんか4つできましたとか言うじゃん。ああいうのもダメなのかな。でもこれからいろんな素材がどんどん増えるから、売却していかないとやばいんじゃないかな。この高額買取情報とかもしっかり見ていかないとダメですね。一応ここは今レベルが最大なのかな。またストーリー進めたら上げれるんだろうか。今のところレベルが最大。まだね、こういうお仕事の施設とか全然やってないんですよね。で、ミッションとかも結構難しいんで、頑張らないといけないなっていう感じですよね。では、まだボス勝てないので、ガシャで、なんか、召喚か。で、これですよね。今、提供確率アップって、この前アップグレードがあった時からってことかな。なので、私、この、武器、なんでもか武器がいいのがちょっとないんですよ。剣のやつがね。斧と、何が来たこの前。なんか、斧がいっぱい来ちゃったんだったっけ。ハンマーが来たんだっけ。なので、
この武器しか出ないやつを2回は引けるので2回引こうかと思います。では召喚します。1個ずつね。これだよね、1回召喚で。コインで召喚なんか出てるよ。あ、コイン持ってるよ。え、なんでコイン持ってるの？コイン使っていい？設定がことなの。まあいいんじゃないの、これ引いてみてもいい。スターコイン、もう武器何にもないから弱いんだよ。星2とかでも嬉しいもんね。なんかわからん、引いちゃいます。これなんか置いといた方が良かったやつかもしれないけど、引いちゃうよ。なんだろう、星が、これ何、なんか強そう、レアだって。あ、嬉しい、弓の子いるから強いんじゃないの。ありがとうございます。で、まだコインがあったんで、でね、スターリア以上確定、めっちゃいいじゃんこれ。なんで持ってるんだろうこれ、なんで持ってるかがわかんない。お、これは星4確定かな。星5じゃないね、星5じゃないけどいいです。さあなんだ、また弓、これなんかいろんな武器が欲しいんだけど、さっきのいらないじゃんとかなるじゃん。まあ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 、タウロスホースありがとうございます。これ2回なんかさ単品で引いてもなんか弓が出そうでやだな。あ、武器ってライフジーム35個なの、人は40なんだ。なるほど、それは知らなかったな。え、じゃあこの武器って今何個溜まってるっけ。109。あ、3回引けるじゃん、もう3回引いちゃおう。ではいきます。さあどうだ、これは4ですね。4でも嬉しい、4でも嬉しい、5だとありがたいけども。剣来て、剣、なになに、ロットいっぱいなんかこの前もらったよ。しかも星3か。はい、引きます。星3ではないよりマシだけど、もういい、星4があったはずなのに。これも星3、光らなかったね。単発の方が厳しいですか。斧いっぱい持ってるんだよ。持ってなかったっけ、斧持ってたよね。めっちゃ可愛いけどさ、めっちゃ可愛いけど、普通に持って歩きたいけどさ、違うんだよ、これじゃないんだよ。あの剣とかが欲しい。あ、来た、星4。山芋ちゃんが使うやつ、針でもいい。さあなんだ、ハンマー。もうなんかね、ハンマーと斧と弓とロットばっかりだな。マジか、剣来なかったか。まあ、しゃあないな。地道に頑張ります。ダメなんだな、全部使ったのに。ちょっと今、人よりも武器不足ですね。またちょっと武器ガシャを引けるように頑張ろう。この武器って売却した方がいいのかな、いらない武器って。星さんのさ、さっきのさ、弓とかもさ、いらないっちゃいらないもんね。羊棒もし、750円なんだ、たったの。でも星4も1500なんだ。だからこのリュシカが装備してるやつを変えたらいいんだもんね、こういうのもね。で、売っていかないとだって邪魔なんだもんね。なんで2個もあるんだろうな。ほら、星5の斧持ってるからもうこれいらないんだよね、可愛いけど。こういうのも頑張ってアップグレードしていきたいですね。あ、全然素材が足りてないのか。こういうのもちょっと全部頑張っときます、私。で、ここにある、これはいるか。こういう木とかも全部ね、これで。いつの間にか36個とか溜まってるんですよね。これなんで溜まったんだろう。いつの間にだよね。まあ、大体私今、やっと序盤を、初心者のところがだいぶ終わったかな、みたいな。このストーリーが終わったらもっと、できるのかな。このフィールド探索がまだね、行けないところがあるの。ほら、封印されてましたから、このボスを倒すため行けるようになるのかな。でもまだね、この闇がかかってるとこがあるんだよ。闇って何、雲がかかってるとこ結構いっぱいあるんだよね。海の洞窟とこの西側の
バデル大平原が出たと。上とかまだね何もなってない。結構だから広がるのかな。この下とかまだ誰も行けないの？行けるようになるの？ってことはストーリーもうちょっと進むんですかね。軽くやろうと思ったゲームだったけど、すごく奥が深くてやることがたくさんあって、無課金ですけども楽しんでます。ただ詰まってますね今ね、ものすごく頭のうちなどもなかなか一緒に行けずに申し訳ないです。ちょっとまたお誘いしたいと思います。このイベントのね、王獣襲来、これ全然やってない。あれ増えてますこれ。なんか若干色黒くなったなと思ったけど、あ、強いんだ。しかもレベル40から行ってもいいんだ。でも同じなのかな、40個で交換でしょ。上級とか極み級あるじゃん、仮面ライダーと一緒じゃん。え、こっちと報酬一緒じゃないの？なんか違うのかな。いや、わかんない。1個はアイテムゲットしたいですよねいやでもお金が貯まってよかったです。まあ、こんな感じで、まあ、お金が結構大事になってくるゲームなので頑張ります。ではご視聴ありがとうございました。いつも高評価コメントありがとうございます。コメントの方がなかなか返せてないのでゆっくり返していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。またねー。